日。これ始まったね。いやー、始まったで、セーフ。いやー、今日は2人でごきげんよう。いやーどうも、いやーどうも、どうも、いやーどうも2人でやります。うわー、見つってるー。今日は2人でーす。はい、じゃあ、タイトルコールを、じゃあ、はい。あ、ガクちゃんから。はい、ガクちゃんの方から。はい、ねえ、気持ちいいことしようよー。はい、はい、どうも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 、いやレギュラーメンバーっていうか、僕は2週連続ってだけなんですけどね。そうですね。いや、選手はね、はい、やっぱりなんか人、まあ、ね、誰かがね、来なかったもんで、はい、いや、出たがりの終わりにね、ちょっとね、選手がちょっとあるんでね、申し訳ない、選手は本当にそう。申し訳ねえ。まあ、こういうことがありましたので。誰に謝らなあかんかったら、しゅんさんに一番謝らなあかん。いや、もう先週はすごかったよ。だからめっちゃみんなに、その次の日に、はいはいはい。なんで休んだの、まあ、なんで休んだの、まあ、そら、諸事情。それなんか、諸事情、それもう。だから先週あれ終わったと、だってめっちゃ、仕事行くじゃないですか。行った時にみんなに、ほんまに一人やったみたいな、ずっとピンやったみたいなに、めっちゃ、まあ、めっちゃ心配されたもん。逆に旬で行けたみたいな。僕で行けたみたいな。行きました、行きました、みたいな。いやね、本当に。本当に。やっぱ一人でも行けるんやなと思って。なかなか一人で行けねえなと思って。めっちゃ心配された。1時間やからね、やっぱり。まだ入らな、ちょっと。意外と俺文字見えんな。意外と文字見えるなって。そう。じゃあ、僕最近、じゃあ僕、21ぐらいレーシックしたんですけど、最近視力測ったらめっちゃ下がってて、文字が見えねえ、最近。どのぐらいですか？ 0.9。めちゃめちゃ下がってる。初め、最初 1.5 で、ぐらいでしょ。今 0.9 みたいな。めちゃめちゃ下がってはる。ガラさん出せって、さあ出さいわ。最近学校めっちゃ好きなんですよね。めっちゃ好きなんや。気づいたね。君気づいたね。そう。これが最先端の押されいうもんよ、これが。絶対ない、絶対ない。これが最先端の押されいうもんよ。やっぱりね、おしゃれをね、やっぱね、する人ってやっぱ初めてみんな変だな、気持ち悪いな、ダセなって言われてきたんですよ、今までも。でも、ガクこのメガネかけることによってテンションバチ上がりそうだね。まあ、落ち着きたまえ。みんなもう言うてもた。言うてもた。なんかもうなんか視界に入らん分、なんかいいらしいよ。どこ見てても何も見えない。キャラが設定できるらしいよ、もう。何もでき、見えないから、もうテーブルマナーですらできないけどね、これ。いくらしたのって。これ千、1万1000ウォン。1万1000ウォン。12000ウォンが値切って、10000ウォン。あ、値切ったんや。いや値切ったんや、そこで。いや、これ。韓国でね、僕らそう、韓国行ってたんで、実は。韓国でね、ちょっとね。先週その話しようと思ったけど、一人で韓国の話はね、ちょっとね、あれね。韓国の話はしてないですか？いや、したようなしてない。じゃぶっちゃけって、はい、覚えてない、あんまり。じゃあ、してないね、これ。最近。みんなに聞いたらこれ分かる。最近なんかね、自分で喋ったこと忘れるよね。なんでか分かんない。いや、それは、年齢。いや、ほんまに。ほんまに。年やな、年行こうというか、まあ、10月迎えて26歳になりましたんで。ね、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。おめでとうございます。そうですよ。10月は。はい、はい。ちなみに今日ね、何しようかなって考えた結果、何度もね、何度も二人で相談した。そう、今日ね、僕はあんまり一人で嫌やったから、寮までガクを迎えに行ってわざわざ起きてるかなって確認してからちゃんと連れてきたから、バリバリ起きてる時にね。先週やったら回しも今週なんで今日起きてんねんみたいな。逆にそう用心部がちょっとね、やっぱり一人はちょっとね、そうなんですよ。まあ、いや、もう2回連続一人はね、ぶっちゃけ嫌やなと。いや、もうそらね、やっぱでも一人は正直
いけたにしてもきついっすね、絶対。あと見てる人もさ、だってさ、あれなんか AG じゃなくて、旬の番組みたいな勘違いしてるみたいな、やっぱり。だ昔で言うところのあのね、リキトさんの番組みたいな。リキトさんみたいな。そう。僕そんな番組はできないんで。多分僕は今日出て、今月はもう多分出えへんかな。今月はもう出ない。わからへん。絶対出ない。出るんかな。まあ、大体でも月末あたりちょっと出ようかなって気になってますよ、いつも。確かにね。出てやろうかなみたいな気になってる。なんか、最終的に、出るみたいになったら出るけど、まあまあまあ。しかも出るってなるの、僕が言ったら出るってなるのに、来ないっていう。来ないよ。大体僕が出るかいって、ガクが出るって言うから、じゃあ俺も出るわって言われて、こうよ。言い出しってここから。ガチ悪いよ、マジで。全然出ないって。申し訳ない、それはもう。いろいろ。まあでも11月から、そう、11月入ったばっかりで、てか、お前ね、10月31日はハロウィンイベントがありましたからね。はいはい、ハロウィンイベントね、楽しませていただきました、ね。みんなハロウィンなんかしました？ハロウィンね、何の仮装したんですかね、みんな。ね、仮装というか、なんかハロウィンイコール仮装じゃなくて別のことする人もね、たまに。ああ、なんか渋谷がすごかったらしいね、なんか。なんか、みこしとか、なんかあって、なんか、野外クラブみたいな感じで、音楽流してみたいなのあったらしいしね。ハロウィン、すごいのね。もうなんか、ハロウィン、でも、ハロウィンっていうのは、ハロウィン、分かってない。でも、ハロウィンもやし、日本人分かってない。渋谷に来るやつは多分、あれよ、はい、サッカーも分かってないよ。渋谷に来るやつは。そう、サッカーも分かってない。楽しみだけはもう、マジで。ほんまに思う。でも、日本って平和やなと、あれを見て思う。まあ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 ね。すごいらしかったけどね。そうやね。二人は仲いいのはって、仲いいんじゃないですか。仲いいんじゃないですか。そう、この回結構 ね仲いいと思うよ。普通に仲いい、普通にだってご飯とかも行ったり行くし、はい、ご飯もなんか遊んだりするし、ニコラも一緒に出てたりするし、これで仲悪いって言われたら、そう、何、もう多分 AJ で2番目ぐらいじゃないかな、仲いいの。あ、3番目かな。順位があるんですね、仲いい順位が。初めて聞いた。僕1番は、ライトさん。あ、ライトさん。ライトさんと、まあ、仕事の話もするし、うん、まあ、ご飯とかも一緒に行ったりするし、遊んだりもするし、はいはいはい、まあ、一番話聞いて一番お世話になってるかなと思って。うん、で、2番目が、ライト、レンさんかな。あ、レンさん。レンさんとゲームは、選手、あ、選手言ってた。あれちょっと待って、いや、これ、あ、止めてもう、ほんと。やばいね、俺だけ時間止まってる？違うよ。あ、先週も話したんすか、この。あ、俺が誰が、あ、誰が好きだ。あ、ガク3番目かな。うん。逆にガク嫌われてるじゃんって、誰目線で言ったの、これ。全然嫌い、嫌い。誰目線で言ってるの、全然嫌いじゃないの。誰目線で、うん、3番目、安定のなんか、うん。暇やったら誘おうかな、みたいな。うん、いや、都合のいいやつって言いません、だって。でも、他に、あまたいる数の中の一人ですからね、三番目ですから。まあね、まあね、他はね、誇らしい、これは。他はまあ他ですから。他は他ですから、やっぱ。なんかさ、他は他ですから、ね、俺なんか悪いやつみたいな。ああ、そうか。なんか俺がめっちゃ他の人は違うよみたいな。いや、そんなことね、みんな仲良くやってますんで。まあまあみんなね。みんな仲良くやってますんで。気持ちをさせてもらってます。はい。気持ちをなってます。学って誰と仲いい？僕、誰と仲いいんすかね、わかんない、最近は。僕が多分、でも、レイヤー君が一番多分仲いいんじゃないですか。あ、まあ、レイヤーの紹介で入ってもね。ね、彼と、ひなたさん。ああ。が多分、ナンバーワン、同率。ああ。じゃないですかね、ほんとに。ああ、まあ、一緒におるもんな。ひなた、レイヤー、しのおり、みんな。グラム旅行でも常に同じところにおった。ね。同率1位。ついてただけ。ガク寝てる目、開いてなくないって。いやいや、開いてるよ。開いてるだよ。あ、ほらもう。ガクが隣におってよかったな。俺多分ガクおらんかったら俺言われてんで。目開いてなくないって。絶対言われてんで。いやでも今日はちょっとまあ確かにね。確かに二人ともなんか。二人とも出てるっていう。二人ともなんかそんな目は大きくないタイプの。目大きじゃないのにね、しかも。うん。別にそんな。てか忘れてんけど、俺はね、シアカで言ってないな。ハロウィン。ああ、そうっすね。ハロウィン。僕はあの、デスノートの L を押した。はい、デスノート L。うん。で、デスノート L を押したのに、はい、じゃあなんか、2タイプの反応があって、うん。あ、3タイプかな。はい、はい。1個は、手抜き。うん。
一個は、あの、あ、めっちゃ似てる。一個は、いつもと変わらんやつ。いや、ほんまに。いや、なんか、いつも血色悪いというか、ちょっと今日、はい、具合悪いんちゃうみたいな。あ、メイクもしましたよ、バッチリ。あれはでも。あれやったのに、なんかいつも具合、いつもとあんま変わらんくないみたいな。あれはね、あの、いつもと。いや、マジで。あの、変わらんというか、あの、まあ。いつもとあるかな。いやじゃん、白塗りというか、なんというかね。あの、まあ、ポン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 やりません。あれを、塗りすぎて、彼塗りすぎて、そう、なんかね、あの、ジュオンのね、そう、ジュオンのトシオくんって、そう、トシオくん。そうそう、トシオくんって言われた、めっちゃ。めちゃめちゃ似てたの。誰っつって。これで髪の毛切ったら、完全にトシオくんや、ぐらいの。いや、マジで言われた、トシオくんじゃん、みたいな。デスノートを、ここにぶら下げてやったんやけど、そのデスノートがなかったら、もう、トシオくん。トシオくんや、みたいな。ただの。途中で落としたりとか、ちょっといろいろ頑張って、何も変わってない。頑張って見せた。頑張って、近寄ったかなと思ったらいつものしゅんさんになっただけって、ね。そうそうそう。何やったん俺のあれは何やったんやろうっていう。で、ガクは何したっけ僕はあのね、僕はあの、まあみんなには、正直あのね、やっぱこのセンスが伝わらなかったんですけど、太鼓の達人のワダドンやったんですよ。やばい。あの、ニコナ、あの、このスタジオのスタッフさんが受けてくれた。ね。まさか。あの、太鼓達人のワダドンをしたら、まず、まあでも、青いんですよね、正直。あの、体みんな白やとか、なんか肌色やとか思ってたかもしれないですけど、青なんですよね。で、全身タイツ着て、あの、顔を真っ赤に染めて、やったんですけど、後ろ姿はもう完全にドラえもん、なんですよね。あ、うん、で、街、まあ、そのまま歩くじゃないですか。街とかね。そのままパーって歩いたら、ドラえもんみたいな。ドラえもんいるよみたいな。みんな反応しよって。で、パッて振り向いた瞬間に、わざとやね、顔怖すぎて逃げるって言うね、みんな。こんな感じかな。みんな、わざとやね、顔怖すぎて逃げる。こんな感じかな。わかるかな、これ。ね。これ、わざと。これ乗っけてほしいな、これ。一瞬だけ、ちょ、わざとに、ちょっとほんまに、見せたつもりが。そう。これ、あの、スタジオの、これはドラえもんじゃないわ、ほら、言われてドラえもんじゃないら。そう、でも顔見ても、ドンキこのままドンキホーテ帰りに寄ったら、うん、あの、真ん前のレジしてるお姉ちゃん方二人が、うん、パーってこっち見て、僕、真顔でそう、パッて見たんですよ。うん。そしたら、え見て、すごくない見て、ドラえもんだよなんで違うよ顔赤だよ顔赤でここ白でなんでドラえもんおかしいでしょいや、頭悪いでしょ本当に。俺、店ではやっぱみんなキャラを知ってる分、L とかなんかそこは変わらんってなったけど、なんか言われたけど、あれ外では、あ、L やみたいな。言われたよ。マジでこれは言われた。あ、L 似てるみたいな。コンビニ行った時言われた。ちょっと嬉しかったもん。雑誌は乗れんもんね。うん、よっしゃ、これで。でもあの日やっぱコスプ多かった、みんな、やっぱり。これ、なんか、大丈夫かな。ガクちゃーんって。ガクちゃーん、友達来てね。おはようおはようガクちゃーんって一人しか思い浮かばないけど。これちょっと今ね、送ったんでね。送ったんでね、というか、なんか、いいんですよ。ここに送ってよかった。え、どこに送ったん？え、グループラインですけど。あ、そうな。送ったら乗っけてくれるの。え、多分、あの、ね。え、じゃあ、都合でスタッフさんがこのスタジオに。そう、このね。いますんで、ほんとに。このね、あの、従業員。ほんとに。あ、もうすげえ。ね、あー、よっしゃーたきさん、ほらね。ほら。あー。わざとん、ほら、かわいい。めちゃめちゃかわいい、ほら。ニカー笑って。ニカー笑って、これめちゃめちゃかわいいでしょ、これ。これわざとん。わざとん。僕今送った。これ僕はね、これですよ。ああね、やっぱそっち側にちょっと抜けてもらってね、ちょっと。そうそうそう。この辺におればいいな。俺この辺におればいいな。でもね、これをだから言ったらドラえもんって言ったんですよ、みんな。頭悪いでしょ中国のドラえもんは若いの初めて聞いたよ。そうよ、これはわざで、ね、怖いよね、ちょっと。なんか髪伸びてきたね、ありがとうございます。皆様のおかげで髪の毛も伸ばせるようになりました。おぉ、これ、僕、これ。で、ジュオンの。トシオくん、これ。いや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 。どう見たかって、これ。トシオくん、これ。
ちゃうちゃう。これは F じゃん。ちゃうでしょ。これは完全にでしょ、ほら。ちゃうでしょ。いやいやいや。ちゃうでしょ、これは。まだ僕はね、まだわかりますよ、これね。いや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 。まだわかりますよ。あれ違う？いや、これわかります。どっちがマシ？いや、だどっちがほんま真似似てるか言うたら。で、どっちが結構頑張ったと思う、これは。ちょ、普通に聞きたいよね。え、なんか、年、うん。そんな年をくんなの？ちゃんとノートは買いましたよ。いやいや、これはだってまだの。ちゃんとノートは買いましたよ、メルカリで。メルカリで購入しました。そうそう、メルカリで買うたら、これ中身。800円ぐらいの。中国語ってよね。そう。めちゃめちゃボロいって言う。ちなみにね、このデスノートに名前何人か書かれてましたよ。何人かね、キャストの人がね、書かれてちゃんとしてるよ、そうそうそう、ちゃんとしてますよ、仕込みを。はい。他の人は、頑張ったのは右。まあまあまあ。いや、頑張ったのはね、やっぱり、うん。でもね、本当はね、これね、こっちか。え、こっち、こっちか。でも、本当は、こいつ、ドンじゃないですか、ドンね。相方の、カーがおるはずだったんですね。ほんまは。ほんまはカーも、誘っとったんですよ。で、あ、カーする、カーする、言うて。底辺の戦い言われてるやんけ、もう。やつがおって、で、そいつは、カーは来た瞬間ね、わけわからない、清掃できたっていう。でもハロウィンで清掃で来るっていう。デスノート中国で発売して問題になったやつなんや、知らんかった。デスノートだってね、普通にメルカリで売ってたよ。まあまあ、メルカリで800円ぐらいで売ってたよ。まあ、社会問題になってて。へえ、そうなんや。それ終わった後に知るとなんか、辛いな。なんかパクったみたいな。俺が中国のものを使ったみたいな。だって子供がデスノートで遊ぶの危険でしょ。あー。確かに。いや、子供がデスノートで遊ばないよ。遊ばないでしょ。でもさ、でもいじめのさ、もうなんか、面白いならへん、なんか。これに変え、教室に一冊あって、だから気づいたら書かれたやつが、次の日からいじめの対象になるみたいな。ほらほらほら、いじめとかそういうのが問題になったんだよ。ほら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 。削除って削除。え、第3の三上出てくるこれ。三上ってる出てくるこれ。これデスノート知ってるわかんないから、俺削除。削除。神言うて。神、書くすぐ名前書かれるか、ま、誰に書かれるんや。恨み買う人おる？おる？いや、俺は、これか、ワンチャン書かれてる気もするけどね。書かれてる。AJ で書くなら誰書く？これね、誰書く？ AJ で書くならね。誰書く？はいはい、誰やろうな。誰やろうな。いや、もう画像、もう画像大丈夫です。もう画像、ありがとうございました。もう、すいません、ありがとうございます。編集の力ってやっぱすごいです。素晴らしい。はい、よし、広がってください。広がった。結構狭かったから、めっちゃ動ける。誰書くかな、書くわ。誰書きたい、逆に。逆に、みんな、ニスナーさん的に、誰書きたい、書くとしたら。書くとしたら。これ怖いね。書くとしたら、もし書くとしたら。いや、もうネタなしね。だって誰かもわからんし、ぶっちゃけ匿名やし、担当がおるかもわからんし、来たことないかもわからへんし、ネタなし。ネタでもいいし、力と水たまりでできし。ダッサッシュ、死に方ダッサッ、いきなり雨の日でバッタバッタンこけた思ったら、それは体が動かない、ブブブブブ死んだ、リクトさん死んだ、死に方だ。いや、潜水、潜水、これ潜水は誰か分からへんけど、潜水は水溜まりでできしゅ、水溜まりで久々は面白いね。で、リクトさんやっぱ死ぬということで、じゃあもうこれ以上はなしで。久々知ってるん。いや、わかんないっす。これなんか久々ってけど、いまいち誰か分かってへんから。いまいちね、いまいちわかんないから。誰だろうなーみたいな。いやいや、もう僕らも書けないですからね、やっぱり。死んもなぁ。
あ、そろそろ20分経ったから、じゃあ一回 CM 挟んでいきますか。はい、ね。もうこの CM のタイミングはね、もう前回で把握したから、20分ぐらいに入れるのが一番いい。あ、そうだ。はい。はい、じゃあすいません、ゲータ CM の方お願いします。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday dear.Happy birthday to you. こんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。メガネ二人になったけど、やっぱ面白くないからやめとこ。やめとこ。やめとこ。これなんか出落ち会っていうか、もう出落ち滑りみたいであるからやめとこ。はい、やめとこ。いやでも出落ちは稼げた、これ。やめとこ、やめとこ。稼げた。いやいや、稼げてないからやめとこ。稼げた。え、ちなみに今日はフリートークなのかなってあったけどね。引っかかったな。あの、ある程度フリートークです。ある程度ね。ある程度ね。なんでかっていうとね。程度です。めっちゃ考えたんですよ。企画とかいろいろ考えたよ。じゃあ一個だけさ、俺めっちゃ、やりたいめっちゃやりたいやつが一個だけあったんでしょ。メディアがあって。はい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 。なんか元出たら新婚さんいらっしゃいみたいな感じで。はいはいはい。いやもうなんかあの、そこら辺で、新宿の歩いてる、そこら辺でね、まあ、新宿近くの、スタジオ近くの歩いて女の子に声かけて、はいはい、ホストで来てもらって、はい、ホスト、まあ、行ったことある。だから、担当おるかとか、おらんとか、最高売上2週いくら、はいはい、売りかけがあるとか、はいはいはい、はい。現在の売りかけいくらあるとかで、売上、売りかけ一番多い人コンテスト。いや、もう、一番この番組荒れますよ。いや、多分荒れるけど、ね。大炎上ですよ、ほんとに。そうそう、だから、立て直すかやったら、いやもう、別に、うちの店とかじゃなくて、でも、誰とか構わず、どこどこ通ってるも言わず、え、こうやってくれ。某 A 店の、某 A 店の、K さん指名です。下手かほんで、これ。ピロピロピロ下手かほんで。某 A 店の K さん指名で、現在売り方が、もうちょい上手いやり方あるよ。350万ほどあります。みたいな。そう。A 見て、おー、すごいじゃあ、現在暫定ナンバーワンとかやった後に、なんか最後の方に、これ、私、私、だから、クオリティだから、でも、でも、4桁あると思うクオリティ下手。で、こう、渡すみたいな。え、なんかやってみたくない。モザイクたまに外れるみたいな。ああもう、ものすごい安っぽい番組、もう。ものすごい。いや、もう、いや、絶対あかんし、絶対できひんけど、じゃ危険やけど、やったらめっちゃ面白いやなって思う。面白いけど、あの、ねえ、だって、あれですよ、あの、月曜から夜更かしでもね、一回ちょっとなんか、そういう人、いくらかになったじゃないですか、なんか。ああ、まあ、でも、出てはって、これはって。学のお客さん出そう。いやましょう。学のお客さん出そう。いやましょう。まあ、どういうことやね。売り方めっちゃしてるみたいな、ほんま。でも、面白そうよね。そう、なんか、全国、全国、ってか、まあ、歌舞伎町、まあまあまあ。売り上げナンバーワンは、まあまあまあ、バーって出されるじゃないですか。売り上げナンバーワン。売りかけナンバーワンみたいな。いやでもそれは取材にしましょうからな。取材でね。取材式でしましょう。いつかやってみたいよね。一回だからほんまにマジで外で映像を収めてにします。いつかなんかこう、これなんかインタビューでいくらありますかみたいな。はい、やっていきたいよね。今あるかなくても、こう。やりますか。はい。誕生日の人見つけるより全然簡単だと思いますよ。誕生日の人見つけるのはだってね、そんな。だってそんな、だって365分、5分の1でしょ、うん。365人にかけて1人見つかるわけでしょ。そうそう。おー、歌舞伎町売りかけあるやつなんても多分いっぱいね、あると思うよ。おじゃれになってきた。あ、もうね、あの、おじゃれになったよ。それはね、僕あんま知らないんですけどね。さ、幸良さそうな、こうね。
そう。サチウソ。サチウソ。そうだ。え、それか。でも、インタビューするんであれば、あれよ。締め日終わりよ。そうしょ、あ、そう、いいっすね。締め日終わりとか。締め日終わり。締め日っていうか、まあ、月末ぐらいかな。ベロンベロンの人とか。とか、月末とかで、バーって喧嘩してる後に、こう。これいいね。すいません。ちょっとこれ見つけたね、これ。今月売り上げ、担当さんにいくらぐらい使いましたかっていうのは別に置いといて、はいはいはい、こう、ちなみになんですけど、現在売りかけいくらぐらいありますかみたいな。これいいな、これ。これね、しかも、これをやりますって、言ったからには、ちょっとリスナーさんもちょっと締め日とかに、ね、きっと警戒する。そうそう、警戒するかもしれないしね。警戒すると思うんですよ、ちょっとやっぱ、言ってる人、売りかけしてる人ってやっぱ。いやもうこれ出たらね面白いよね、うん、そこその辺だ締め日やれてたらほんま夜中めちゃめちゃ売れてるかもしれないからこの二人がカメラ持ってすいませんいいですかそれはどういった経緯でそんな売りかけかとかねいやそれは面白いからそうアンケート取ってみたよね、うん、なんか担当が勝手にやったとかやりましょういやいけると思ったとかいや歩けないわいやもうもうやりたい。これからね、ほんと、気ぃつけなはれよ、ほんま。そうやで。張ってるからね。張ってるからね、僕たちが。有名店の前とか意外に張ってっからね、ほんと。知らないよ、ほんと、知らないよ、ほんと、見つかって、バーッ声かけられたら、見てたとか言わないでね、ほんと。でもさ、店の前は怖くない。まあ、店の前だってさ、俺らがさ、まあね、ちょっとね。ちょっと、君たち、みたいな。何してんのかな、みたいな。何してんのかなって喋りかけた瞬間に。すいませんでした、みたいな。いや、もう普通に絶対、だって CB とかでもうお酒入ってる、まぁ、あ、ちょっと血の気荒い人とかやったら、俺の客になるしちゃねバーンって行かれるかもしれんからね。まあまあ。いや、だからまぁ、取材班っぽく、ちょっと。取材班っぽくね、かっこ、こう、そうしましょう。なんかスーツとか。スーツとか着て。スーツは良くなくないね。よく、なんかこう、なんかこう。いや、それは、なんかここ、なんか、ここは札かけて、カメラ持って、ここに、取材です、みたいな。はい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 、はい。で、嘘でもいいから、なんかこう、なんか日テレとかいうのを使ったりとかさ。はい、いや、あかんよ。それは、中国のデスノート。ああ、ギャルはあかんやつ、それ。あ、じゃあなんか、中国のデスノート。なんか、ぽい、なんかこう、名前のやつね。まあまあ、なんか。ありそうな、なんかこうさ、ね、なんかこう、なんとかチャンネルみたいなのをさ、はい、こう、書いてて、AJ チャンネルとかじゃないけど、AJ 出したらあかんけど、こう、あ、報道とかね、まあ、そう。東京テレビとか、ね、テレ東とかあるけど、そうそうなんやろね、なんか東京チャンネルとかさ、そうそう、これが、ぽいぽいじゃん、お前。ね、パロディ風の。パロディ風のやつはやって。こいつら、やばいやつやろって思われるから、そう、やってみたよね、もう。まあ、その企画は東京 MX やから、MX 東京にしたらね。いやー、なんか MX とか、NX とか、M を N に変えてみるか。ちょっと M よりの N 変えて、東京 NX。もしやったら韓国でパロディ系のやつ買っとけばいい。うん、でもこれいけそうですね。いや、もうやってみたい。これ疲れます、ぜひやってみたい。韓国どうだった？あ、韓国の話？韓国の話する？韓国はね、まあ、面白かったよ。まあ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 、まあ、面白かったよ。喋れる内容というのは、なんかまあ。喋れ、いや別に喋れるけど。喋れるけど、その。なんやろね。その人が喋った方が面白いみたいな、ね。そうそうそう。なんかね。じゃあみんな結構バラバラで動いてたし。そうそうそう。まあその後に聞いた話とかがあるから、うん、やっぱりその体験、経験した人が喋るべきやと思う。そうそうそう。僕は普通にまあ、ちょ、一日、じゃあ僕、この話はした、この話だけはしてもいいかな。そんななんか一日目ね、僕は2泊3日やったんですよ。はいはいはい、2泊3日ですね。2泊3日やったんですよ。1日目ですよ。みんなでご飯食べて、よし、そのままご飯食べた後買い物とか行きたいなと思ってた時、はい、1日目で僕と塚さんは、もう、潰されるっていう。店よりもなんか飲まされるっていう。え、旅行ですよ。旅行ですよ。ぶっちゃけホストクラブってお酒飲んだら売り上げ上がるとかあるじゃないですか。はい、お金が関わって飲む時もあるし、もう美味しく飲んだりする時あるじゃないですか。韓国でチャミするショットでわけわからず飲ますっていう。まあ、いや、マジで言う。ね、言ったらなんか、あれ、誰が得なのって言われたら、別に誰も得せえへんっていう。まあ、面白いけど、僕と司が犠牲になるっていうね。
まあまあなんか、まあ僕たちのお店でなんか海外旅行行った際に絶対にやるゲームっていうのが一個だけあるんですね。そう、なんかね、こう、じゃんけんして、で、じゃんけんで買ったら、まあ飲まなくていいんですよ。で、負けたら一杯飲んで、で、負けた人が次指名するんですよ、誰かを。そう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 。で、その人ともう一回じゃんけんして、勝てばその人が相手飲ませれるんですけど、負けたらもう一杯自分が飲むみたいな。これを、これを、5連続とかで負けてみましょう。チャミするショット。そう、入れるようは自分であの決めれるの。そうそうそう。新しいショットに。そう、あの、僕とね、つかさ、無双してましたよ。そうそうそう。僕はちょっとあの、大人の力を使って額を買収しましたから。で、私あの、買収されましたから、父さんが。額が、はい、俺を指名してきたときに、めっちゃめっちゃ、もうその頃、ほんまに飲みたくなくて、マジで飲みたくない。飲みたくなかったから、いくらでいいって。で、僕が、3万ウォン。3万ウォン。リアルなところを攻められるっていうね。3万ウォンを。3万ウォンをね、額がね、持っていきました。ね、3000円くらいでさ、そうです、そうです。1杯を3000円くらいもう、ホストクラブと同じくらいの価格を払いましたよ。いつももらってる分払いましたよ。僕はね、あの、マジリアルなやつ言ったから、ほんまに。これ。めっちゃリアルなとこ行かれたから。行くか行かへんか、どうするかのあたりをね、マジで攻めたから。そう、攻められた。もう払いますみたいな。まあまあ、でも、マンチキ僕が飲むことになったんですけどね。そうそうそう、マンチキね、もう。ホスト大変だよね、大変ですよね、ほんとに。まあでもそのお金ぐらいは僕は、もういろいろ、いろいろ、いろいろあって、これが増えたんで大丈夫です。ね、これ、いろいろありましたんで、僕の場合は、はい。いやでもね、その日はね、もう酔いつぶれて、もう1日目なかったことになったよね、僕の中で。まあ1日目はもう。そう、1日目ほんまになくて。終了です、ね。で、2日目買い物とか行って、うん、で、3日目はもうだって朝起きてご飯食べて、もう、うんね、普通に空港行って、はいはい、見上がってババッと終わったから、ほんまに二日目ぐらいかな。いや、めっちゃもったいないじゃんって言うやん。いや、めっちゃもったいないよ、ほんとに。ほんまにもったいない。一瞬、ほんとに。あれみたいな。まあ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 。いや、まあ韓国行った意味はね、でも僕は大いにありましたね。結構ね、でも日本語喋れる人多かった。いや、韓国はすごかったですね。あの、ミョンドンに行ったんですけどね。まあ、何回か多分。話し合うと思うんですけどね、他の人が。いや、まあまあ、知ってるとは知ってるけど、結構日本語喋れる人多かった。まあ、ミョンドン。でも、ちょっと離れたら、やっぱり、なんか、日本人、うん、日本人、っていうか、日本語喋る人はもうおらんかったからね。韓国だからって、どこにでもヨン様おらへんからね、別にね。てか、今のヨン様って人気なん？いや、それは人気でしょ、ヨン様。あ、そうなの？一応もう、まあ、ブームは、ね、過ぎ去りましたけど。あ、でも今、Gドラゴンじゃない？でも GD さんはもうでもね。あ、GD さんって言うの。ああ、ちょっと。まさにね、ちょっと。G ドラゴン、ね。まさにちょっとコアな部分。知らんけど、G ドラゴンね。GD さん、ちょっと。ED さんじゃない。ED さん。ED さんで誰やねん。誰が立たないよ。誰が立たないよ。頑張っても立たないよ。いや、もう、でも韓国でも、あ、でもなんか、はるかさんとかかな。あ、なんかツイッターで見たけど、あれ、誰やったっけ、なんか。あ、なんか、ザイルの名産大の名産大のおみくんがおったらしい。おみくんがおったらしい。おみくんがおったらしい。おみくんがおったらしいぞ。おみくんと誰やったっけ。おみくんと高博さんじゃねえか。あ、そうそう、高博がおったらしい。すごくね。いや、見てないからね、撮影し、いや、ちょっと、じゃあ、の、聞いた話なんで、ちょっと、詳しくないです。ごめんなさい。ちょっと、僕たち、あの、めちゃめちゃ、堂々と喋ってるけど、知らない、聞いた話。え、かいな。堂々、俺らが見た感じじゃないけど、聞いた話なんで、それね。あ、もう、はるかさんとかのツイッター見てもらえば、多分。先輩バカ、先輩バカ、先輩バカ。ん？なんだい？なんで？先輩バカっていうこと？なんだい？大丈夫か？これ、デスノートじゃないよ、ここのコメント。大丈夫か？そこに上と綾はいた。え、じゃあ、僕たち。あ、だから、聞いた話。まあ、そうね、ほんとにね。そうね、いろいろ。聞いた話なんで。何か言葉覚えた？え、あにょーって。え、別にそれ、前にも言ってた。あにょーって。前にも言ってたけど。あ、カムサムニダー。何でも全員ハムニダーつけたよ。ハムニダー。カムサムニダー。語尾にほとんどハムニダーつけてる。あとなんかちょっと流行ってたから、何か分からんけど、日本語だとニダーとかつけてなかった、みんな。何やニダー。やるニダー、やるニダー。なあ、やるニダー。行くニダーって。めっちゃバカ。そう、学ニダー。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。学ニダーじゃない。なんとかせよーって。
どこどこ行くせよーとか言ってないってぐらい意味は分からずに、ね、バカみたいなことしちゃったほんまでもなんか俺なんか向こうでまあライスさんとリキトさんとまああの、うん、鍋くんに行くときに、はいはい、なんかホテルの人に美味しいタットなんかタットリタンのお店みたいなタットタンそうタットリタンのお店を調べてなんか聞いてくれて、はいはいはい、名前ホテルそうだな名前教えてもらって、うんで、場所も教えてもらって、オッケーオッケーありがとうっつって、そこもカム、何だっけ、カムサムニダーかなんか言って、ありがとうって言って、センキューとかやって、行ったまではいいけど、名前を教えてもらったんよ。いや、ハングル読めへんと思って、全然場所わからんかった。行ってから気づいたよ。行ってから、あれ分かります読まれへんやみたいな。なんで何やったやろと思って。え、道は聞かなかったんですか？いや、道も聞いて、はい。なんで、何番出口の、どこどこにあるよって教えてもらって、うん、で、名前あればいけるやろーって言ったら、はいはいはい、そらね、そらハングル読まれへんわと思って。3人で、確かにさ。あれもう3人でボケかましてたよ、もう。そんなことだったね、韓国は。僕はね、まあいろいろございましたわ。で、んで、どこ行ったのはもう、現地の人に、あれも今便利だから、LINE の、ああ、翻訳みたいな。いや、もうたどり着いたかもわからんけど、なんかその、美味しいお店ありますかって言って、韓国語翻訳にした後、はいはい、かーって、これっつって、おーって言って、なんかで、ばーって喋ってんねん。わー喋ってわからへんけど、おいでおいでみたいな時に連れて行かれた。で、そこはめっちゃ美味しかったけど。いや、もうそれは便利やなと思った。で、注文も、え、もうがっつり、ちょっと外れてとか言ってから、その、韓国語のみのやつだったから、やべえ、読まれへんと思って、絵見てこれとか、これおすすめはとか、これだよ、そう、こんな多いとかなんかで、いやもう韓国語翻訳の、あの、LINE のアプリがね、LINE の翻訳がめっちゃ良かったね。あ日本で外人に美味しいお店聞かれて、サイゼリア教えてあげたら喜んで入っていって、ちょっとかわいそうやな、それ。いやいやいや、それ、わからんけど、悪意あるな。いや、ほんま、そんな、なんで教え、めっちゃテーブルマナーよくしたんじゃん、その外国人。めっちゃええ店や思って、バー入って。ね、ここにこう、パーってやって、で、こうやってたらかわいそうや、ほんま。今までの便利よね。安い店でこんな、高級イタリアンみたいな、こんなことして、カカカカ、うん。美味しいっすね。で、帰って、おー、安いみたいな。こんなに安いんやん。そう、言って、メニュー見ずに頼んだらね、うん、ここのお店、一番高いもん頼んでくれよって。でも今思ったけどさ、その、俺は韓国行って聞いて、教えてくれたから、まあ、そこ入れたけど、逆に、韓国、あ、なんかさ、もう、外国の人に、どこが美味しいって言ったら、どこ答える？何か、あ、韓国の人が。いや、韓国だけでも、アメリカの人もいいし。外国の方が日本料理、どこが美味しいって言ったら。美味しいって言ったら。どこ？あの、僕、ココイチのカレーです。ココイチかなって。言うた俺やんけ言うたすげえほらねほらねほらほらねほらほらほらおんのえ、おんのほらねいや、あのね、僕あの、無類のココイチマニアやからね、わかるんですよ、僕は。あ、そうなね、やっぱり、あ、ここにもおりましたかな。ココイチなんや。ほら。いや、絶対ココイチでしょ。やっぱり。ココイチ？いや、ココイチあんまり気がつかない。ただココイチの、まあ、僕は何頼むかって言ったら、あの、うん、ビーフカレー、まあ、カレーに、ビーフソースにして、うん、で、それに、チキン煮込みと、うん、ほうれん草とお茄子。うん、気分によっては、あの、牛カルビも、入れるっていう。途中から全然話聞いてなかった。なんで誰も聞いてないでしょ、ね、ここ、こんな感じえ、だって、だって、もうカレーなんやな、みたいな。いや、でもこれ多分分かってくれる人いるよ。ココイチはおいちって、ほら。言い方がすごい可愛い。ハートマークス。ほら。やっぱココイチ好き。韓国人にも。多いね、あ、そうなんや。一緒にココイチ行こう、みんな。行こう。ゴーゴーカレーはダメなの。ココイチ好きで集まろう、ちょっと。オフ会しよう、オフ会、ココイチ好き。ココイチオフ会。ココイチってそんな美味しいんかな？いやいやいや、分かってないですね。いやー、ジョジョ園、ジョジョ園って。ジョジョ園ってほんで。びっくりする、多分。外国の人がパーって入って、ジョジョ園の遊園地行って、あー、おいまいおまいとかってこう出て、パーってたら、おうーとか言われるかもしれない。もうそれとあんあんにしてあげて、あんあんに。あんあん。あんあんにしても。
もっと日本っぽいとこ。もっと日本っぽいとこ？俺ぶっちゃけ進めるなら、しゃぶしゃぶ温野菜を進めると思う。しゃぶしゃぶ温野菜。いや、美味しいなっていう。あれはなんかもう日本っぽいし、まあ安定かなみたいな。うん。面白くはないけどね。ココイチみたいに。まあ、ココイチは面白くないですけどね。ココイチってその話は広がらないけど、まあ普通に。まあでもやっぱでも進めるって言ってもその辺なんかね、和食風なんとかな、ね、和食感ね。なんかまあ、安土とかね、なんかそういう付け物。ああ、蕎麦いいね。あとラーメンね。やっぱ日本の文化ラーメン。ああ、ラーメンで日本なの？ラーメン日本っすよ。あ、そうなの？ラーメンやったらもう全然どこでも。日本食っていうね。もうラーメンやったらもうね、いける。あ、ツルトントン。おーおーおーアホみたいやん。おーおー、うどんとか。あ、うどん蕎麦。いいね。でもやっぱ名古屋の人もね、なんか東京に来た時に、うん、なんか真っ先に行くのがツルトンタンらしいんですよ。なんで？東海の人ってツルトンタンってないらしいんですよ、名古屋とか。あ、そうなの。まあ東海地方には結構ないところが多い。まあまあ君も東海やもんね。ね、君東海。いやまあやだね、この子は。それそれ見せて。あの、そういう話。それそれ話いいですか？そういう話はしない。いや、そういう話はね、ツルトンタンが東海じゃないっていう話をしてる。ツルトンタンは東海やじゃない。そうそうそう。学も東海。学は東海。そういう話じゃない。あ、やばいやばい。そうそう、違う、そう。じゃあもう CM で行きますか。じゃあ、このタイミング CM で行きますか。はい、行きましょう。じゃあ、CM の方お願いします。CM の方、お願いします。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. 自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はーい。ちょっとね、あのコメント欄のね、一番上がね、あのタンをちょっと詰まらせてるっていうね。ちょっとタン詰まらせてるのかな、これ。パシ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 。そうそう。ペってやったらね、あの大阪のおっちゃんと一緒やからね。さあ、あと15分ぐらい。あと15分ぐらいですか、もう。何しよっか。そうですね、もう。ここまで頑張って、頑張った。喋ること喋った、もう。でも先週何かし、企画ね、今回ないっすよ。いや、ある風に思わしとけば最後まで見てくれるかなっていう、この、はったりです。はったり？いや、結局ないよ。ないです、なりますよ。まあ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 、ね。ありませんよ。そういうこともある？はい。そういうこともありますか？はい。いや、あれや、ね、やっぱなんかその、なんかだってテレビでもさ、こう、これなんかこう見てた最後になんかあるかなって、なんか次週みたいな。いやー、そうそうそう。まだまだこの後続きますよって言った割に。そういう感じ。尺めっちゃ1分ぐらいで最後次週の予告みたいなばっか。そう。いやー。パーカーおかわ。パーカーおかわ。パーカーおかわりですかこれ。おかわりじゃない。おかわりじゃない。いや、じゃあまあこういう時はもうなんかね、天気の話でもしとけばいいかな。それあの入りね、あの、話す内容で一番初めにすること、それ。なんか、段取り的には一番初めのところ。なんか、こう、俺、前あの、まあ、IT の仕事の本とかあって、はい。なんか営業とかこうやった時に、みんな営業とか、そういう時に、なんか話を共感するネタを持ちましょう、みたいなこと書いてあって、うん、何が一番手っ取り早いかと、天気らしい。今日も寒いっすねー、みたいな。あ、そうですねー、みたいな。で、そっからなんか入っていったりとか、するとなんかいいっていうのを見たことがある。まあでも、いや、もう今日確かにマジで寒かった。心を操る技を教わって。そう、なんかね、割と寒かった今日は。今日、だいぶ寒いっすね、しかし。でもなんか鍋した。うん、あー、鍋いいな。あ、俺めっちゃいいこと考えた。あの、で、鍋ってさ、家庭によって、はい。違うやん。違うやん。まあ違う。違うやん。え、違うくね？結構違うくね？
まあ、違う違う違う、何で食べるかも違うし、入れるもんも、思いついたなこれ。こうそれでコメントしてもらったらもうそれでいいかなみたいな。何鍋が好きととか、はいはい、何鍋が好きとか、こう、まあね、うちこんなあるよみたいな、まあ、鍋にうるさいですよ僕は。どんな鍋、何鍋が好き。僕はね、前言ったら、まあ、味噌チゲと、おあとちゃんこもそうですし、おやっぱりね、まあ鍋ではないですけど、鍋ではないですけど、まあすき焼き風、ね、ああ、すき焼き風みたいなね、うん、ああ、ああ、もつ鍋が好き。ああ、水炊きもいいね。あ、水炊きね、うん、俺、うち、ちなみに俺、鍋イコール水炊きやとずっと思っててって、ほんまにん、僕の味があること知らんかって、みんなマジでん、いや、ほんまに俺、なんか、実家のは、まあ、水炊きみたいなしかなくて。え、待って、育ち悪いんかな、これ。この人育ち悪い。なんか昆布が入ってあって、で水炊きして、でポン酢で食べるみたいなのがくっついたと思ってて、僕ね。 で、はいはい、で最後なんか雑炊やたら米入れて食べるのがもううちの主流みたいなやった時に、だからなんか他の味あることにびっくりしたもん、ほんまに。どえなスーパーとか行かなかったんですか、なんか買い物みたいなさ。俺はお買い物行かへんかった。あだ。あんまスーパーに行かんかったのに。ああ、水炊き楽なんや、やっぱり。水炊きはもう楽、めちゃめちゃ楽。もう炊いてるだけやもん、ほぼ。ほんま炊いたらいいだけやもん。炊いて、あの、ストラックやったもん。パン開けて、もうポン酢パン出して、ペッ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 。いや、もうだって。ペッペッペッって終わる。だって鍋って楽やん。いや、俺一人暮らし始めた時に、こう東京来て一人暮らし始めた時に、一人用の鍋こうって、冷蔵庫に豚肉と白菜だけ買っといて、もう、家帰ってきて入れて、食べて、うん、ご飯入れて、卵を閉じて、雑炊にして、終わりみたいな。はい。味がない鍋ってしゃぶしゃぶだけだと思ってた。味がない鍋ってしゃぶしゃぶだけ。ちなみに俺、しゃぶしゃぶと、しゃぶしゃぶでも味あるよね。しゃぶしゃぶと鍋の違い、いまいちわからんねんな。いや、だって、いや、え何え、だってさ、びっくりした。何言ってんのかな思ったかもしれない。え、しゃぶしゃぶってさ、しゃぶしゃぶだってしゃぶしゃぶだし、こんなんやんのやろ。そんそんそんですよ。そうそうそうってやるやろ。そんそんそん。俺やったことないで。な、しゃぶしゃぶも突っ込んでるんですか、もしかして。しゃぶしゃぶも野菜とか入れっぱでも、ほら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 。野菜とかは入れっぱでもあるし、入れっぱにしない野菜もあるし。あ、そうなの。はい。でもなんかこう、なんかこうやんのやろ。やったことないよ、そんな。なんかもうピッて入れて、ビーいただきますみたいな。でもしゃぶしゃぶじゃないやん、じゃそれ。鍋ですやん、ただの。でもさ、俺温野菜よく言うけど、あれはしゃぶしゃぶ温野菜って言ってるからね。でもしゃぶしゃぶと鍋の違いが分からへんねん、ぶっちゃけ。しゃぶしゃぶはだから肉をしゃぶしゃぶするでも、鍋は、だいたい鶏肉したいじゃないですか。あ、そう、鶏か豚か。牛はあんまり入れないじゃないですか。あ、そうなの。つくねとか、はい。あ、そうなの。それを煮込むんで、蓋開けて、ようやくさいただきましょうで、パンパン、ジャンパンポンみたいな。あ、はい、うちでもあれよ、肉も入ってるよ。俺ウインナーとかも入ってたよ。何ですか。鍋に。あ、あります、あります。あ、あるん。あ、よかったよかった。ウインナーも一応入ってる。そう、見たき。そう。あ、お腹空いてきた。いや、もう大丈夫、大丈夫よ。僕らもまあまあ空いてるから。この時間だからね、あの、女子は大変。この時間に鍋とかご飯の話をしたら、ね、いやー、この辺でちょっと、飯テロ来ねえかな。写真は出さないだけまだ。まあ写真がね、まあ出てこないが大丈夫、全然これじゃないけどね。優しいと思いません。これじゃないけど、あの鍋の画像が出てこないもん、そもそも。出てこないから。絶対来ないから大丈夫。仕事増やさない。出てこないから、ほんとに。でも鍋したいな、みんなで。鍋ですね。なんか鍋、え、なんか。鍋でもね、この前ね、だいぶ前なんですけどもね。あ、俺とガクとリスさんやったっけ。それの日もあるし、うん、あとこのニコ生上であの僕たち鍋した。ああ、なんかやってたね。あのかけるさんとゆうきさんとでれいやくんと僕の4人でただ鍋して。もう一人おらんかった。もう一人よ、ロナウドかな。あ懐かしいやつ。だからロナウドくんっていうね。まあもう今は亡き人がね、あとそこにいて。で、鍋食べるっていう、ただやってたね。そういう放送やってましたね。もう覚えてる人も少ないんじゃないですかね。見てた人も。まあ鍋したかすればよかったかな。あ、こういう感じね。ね。あーね。あー。あーいいね。はいはいはい。いいね。あーなるほど。すごいね、あのね。あ、これ瞬間から。
ちょっと豆腐をさ、焼き豆腐にするか、米豆腐にするか、ね、絹ごしにするかみたいな。なんかみんな鍋塩好きだから、どこみたいなやったやつ。え、これは何？これは。つくねじゃない。これ、こんな色のつくねある？え、やばい。え？ミートボール？ミートボールじゃないですか、これ。ミートボールかな？これ、つくねではないです。これ、これ、え、わからへん。この辺はちょっとわからへんけど。その辺は、ね。ぶっちゃけって、これは、ね。え？これは鶏肉？これは鶏肉じゃないですか。これ鶏肉。ここは何これ？これ、うどんじゃない。もううどん入れてる。早っ。締め。え、でも俺、うちうどんさっき入れとったで。え、米は？あ、鍋さん米一緒に食べへんのか、みんな。え、俺、うちちゃみよ。俺最初からうどん入ってて、締めが雑炊やから。俺、だから締めが、うどんってことをした時にびっくりしたもん。いや、最初に入れといたらいいやんって思ったことあるもん。え？いや、これ、ああ、お次のコーナー、お次の写真でございます。これ、いいよ。これね、ものすごいヘルシーでね。豚肉と白菜のミルフィーユ。ミルフィーユ。鍋みたいな。風鍋。これね、めちゃめちゃヘルシー。これだってもう、水分も全部レタスから出るから。白菜ね、これ。まあ、なんでもいいです。これ、レタスやったらできる。白菜しかできる。ね。まあ、もうじゃあ白菜でいい。もうじゃあそれは。白菜、もうまずつ、あ、もう、あ、もう早い。あ、カニ。違う、早い。カニ。あ、これ多分今年、来年の正月、うちの実家で。うちの親戚に多分カニがいっぱい届くので、はい。うちの親戚見てることはないと思うんですけど、こちらのカニが。初回見たんでね、このお鍋、プレゼントしませんしませんすいません何の番組鍋紹介の番組ですよ。ございますね。こんなでも、ホストの番組見てるのに鍋見ることないでしょ、この3種類も。そう。いや、もう。3種類もまさか見ることなかった。もう、惜しい思いをしましたね。いや、もうこの後鍋したいなぐらいです、僕は。いや、ほんまに。いや、でも、ね。もういっか。言ったんですよ、この話をしだしたら、急にね、急にスタッフさんのね、カタカタ音がでかくなってる。ほんま急に。カカカカカカカ。あ、これそろそろ来るなみたいな。いいな、明日の晩ご飯は。この辺に来るんかな、またと思ったら、裏に来る。裏に来る。ガッツリ入ってきやがったっていう。鍋いいね。なんか、したいね。鍋イベントとかないかな。まあ、鍋イベントね、まあ、夏祭りね、イベント。夏祭りイベントあってやん。あ、お料理バトル、やってみたいかも。俺勝てるもん。いやいや、僕勝てますよ。いやいやいや。え？僕の飯で食べたことないんでしたっけ？いや、ないよ。ああ、そう。だって君ら作ってるイメージがないもん。ここにはるかさんがいたらもう、鬼フォローが入ってますよ。いや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 。絶対はるかさんがおって。すげえみたいな。いやいやいや、絶対、いや、俺と店でご飯作るイメージなのは、まあ、ライトさんと、僕と、うん、あと、はるかさんかな。あとは、リキトさん作るぐらいじゃないかな。あとなんかみんな全然作るイメージかな。レベルが違いますよ、レベルが。僕の場合は。何作るの？もう何でもできます。何中華以外やったら何でも作る。中華以外は何でもできる。中華はね、あんまり僕は個人的に好きじゃない。で、最近作った料理は？最近作った料理、うん、最近作った料理はもう普通に、まあ鍋じゃないけど、普通の煮込みで、何？肉じゃがみたいなもんと、うん、で、あとは、普通に、何だかな、親子丼も作ったし。もうちょい声張ってもらっていいですか？え、じゃあ今、すごいっす。思い出してるんですよ。そんな最近じゃないから、だって。ほら、作ってへんやん。いや、でも作れるんですよ。ほら、作ってへんやん。ただ、作らないだけだって作ってる。ああ、おるよ、ね。じゃあ、前のはるかさん家に僕住んでた時だったんですけど、おるよね。その時はもう、ほとんどはるかさんに飯作ってあげてたんですよね。あ、作ってあげてたっていうか、作らされてたかどっちかわからんけど。まあ、作らされてた時もあるし、作ってあげてたっていうのもあるし、まあ、はるかさんに作ってって言われて、うん、作った時に、ゆうきさんの分も作っといてあげようみたいな、うん、ゆうきさんも一緒に住んでたん でゆうきさんパーって作ってゆうきさんの家に持ってったら俺はいいって言われて俺はベーグル入ってくる入ってくる俺はいいふざけんじゃねえぞ誰がこれ気持ち込めて作ったの全然誰のため悪意があるよねこの喋り方にこの喋り方には悪意があると思うよね悪意しかないよねいや、先輩やで。テラフォーマーみたいな感じだったよ。ユキさん先輩大好き。
テラフォーマー。俺はこのターンは一切笑わない。俺は笑いません。先輩なんで。テラフォーマーやほんね。いや、先輩なんで、やっぱそんな。飯作ってやねえぞ。よくないよ。よくない。まったく。全然、絶対よくない。絶対笑ったか。味のない卵焼きを作るくらいでわしの飯食え。ほんま。まったく。よし。よし。そんなそんなシビアな空気になるこれ。てか、一個だけ。てかさ、ガクの歌を歌おうかって話あったけどさ。ああ、時間ないな。もういいでしょ、別に。いや、ガク、歌うまいんすよ。いや、僕は歌うまいほどでもない、普通の。いや、結構歌うまいんすよ。歌うまいから、いや、ガクが出るとき、歌えばいいんじゃないと。一回ね、歌わしもうたんですよね。そう、一回歌ったときに、ミソラヒバリの、アイサンサンと歌ったんです。アイサンサンを。意外とね、歌うんすよ。すげえと思って。歌うんすよ、それ歌いますよ、それ。いや、ほんまにうまいと思う。なんかね、ムカつくよね。なんで？なんで？いや、僕はあんま歌うまくないから。ね、僕は一応ね、一応まだうまい方かなっていう。そう、うまいです。ただ、そんだけです。いや、ミソラヒバリだって聞いた人いたでしょ、こんな感じ。おるんかな。あ、そう言われてめっちゃ聞きたいって言うやん。はい、さんさん。え、聞きたい人は、やっぱ次回見てもらわないと。美味しいとこ。これいいですね、これ。はい。え、これいいね。あ、もう1分前です。あ、1分前ですって。じゃあもうイベントは言いますか。今月は、11月14日、15日が、はい。なんと、目崎安代表の、うん。ラストバースデーイベント、2Days。そうですね、2Days でございます。ありますね。で、次、錦ライト店長の11月24日、うん。はいはい。ですかね、多分。そうですね、11月24日、はい。ですね。です、間違いないです。そんなもんすかね。まあまあ、言ったらそんなもんですかね、とりあえずは。多分ね。まあ、固定してると言ったらそんぐらい。多分そんなもんやと思います。はい。そうです。ということで、今日は、こんな感じで、この鍋と共に、はい、お別れしましょう。お別れいたしましょう。さよなら。ね、ちょっと尺甘い。じゃあねー。ありよ。ぶっ飛んでる感覚に投げかける捨てもなく溜まり込んだことにすがる。何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで伝い込んだため。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を